こんにちは、サイバーナイン中澤と申します。よろしくお願いします。弊社ですね、ハルという、今日腰に装着するですね、このロボットのご紹介させていただきます。弊社の簡単にご紹介させていただきます。サイバーナインという会社なんですけども、本社は茨城県つくば市にございます。なぜつくば市かといいますと、弊社の社長の三階というものなんですけども、今筑波大学のですね、教授をしております。教授をしながらこの会社の社長も兼務しているということで、大学初の、ベンチャー企業ということになります。何をしているかというと、ロボットを作っておるんですけども、もともとはですね、医療ロボットですね、治療で使われるような下肢が麻痺してしまっている方の、機能を改善するための、そういったロボットを開発しておりまして、そこで培われた基盤技術というのがこういった作業分野に生かされているということになります。弊社のロボット、サイボーグ型ロボットと言っております。これはですね、ちょっと簡単に仕組みだけ特徴でもありますのでご説明させていただきますと、人って体をこう動かすときにですね、必ず脳から信号が出ておるんですけども、人は誰でもですね、でその、出てきている信号を体のセンサーで読み取りまして、例えば物を持ち上げようとしたときにですね、皮膚の表面から漏れ出てくる生体電信号というのを読み取りまして、本人の意思に従って、動かしていくというのが弊社のこの商品の最大の特徴になります。この仕組みを取っているのは今世界でこのロボットだけという形になります。でこの腰のハルですね、今申し上げた基盤技術というのが生かされてこの、ものになっております。特徴をですね、簡単に並べさせていただきました。まず、このロボットですけども、アクティブ型の、ロボットですね、モーターが搭載されております。ですので非常に力が強いです。で、本体自体はバッテリー込みで3kg という重さになっています。かなり重さを、抑えているコンパクトなロボットであるということになります。で、本人の意思に従って、動いていくというのは先ほどご説明した件になります。それから防水防塵仕様なので、屋外でも当然、農業を外でやりますので、外でも使えます。で、どれぐらいで補助してくれるかというとですね、持った重さの約大体4割ほどサポートをしてくれます。で最近までですね、このバッテリーなんですけども3時間で動かしてたんですが、1月から出てくるバッテリーというのが新しく改良されまして、1つのバッテリーで 4.5 時間、動いてくれます。で1つの機体にもう1個予備がついてますので、続けて使いたい場合は、簡単にバッテリーを交換することで、続けて使えるというものになります。今どういうところで使われているかといいますと、例えば三日三日間様の方ですね、こういった収穫作業で検証をしておったり、あとは地元の茨城でですね、トマトの収穫ですとか、こういう、葉物野菜ですね、こういったものの収穫作業で、今使って、検証などをしているところでございます。ちょっと今実際どういうふうにつけるかというのを今お見せしたいと思います。装着自体は非常に簡単にできます。